天人峡というところでロケをしました。15歳ですからホームシックになって泣いたことを今でも覚えております。どうぞこれから北海道に暮らす人々の幸せのためにご努力くださることを願ってこれを贈呈いたします。私たちのふるさと北海道、この賞をいただいたこと、道民を代表して心から感謝を申し上げます。